鬼にかけそう、鬼に勝てそうなものなんでしょうか。豆。ねえ、食べてますよ今。皆さんが5分で締め切りなんですけど、皆さんかけてますか。私も何か書かなきゃいけないんです。まだ私ね書いてないんです。私20今7歳なので28個。あ、これは大変だ、掃除が大変なことになりそうです。ちょっとお兄さんいるんですけど、去年もですね、ちょっと豆じゃ当たらないかもしれないので、もう鬼は退散したみたいです。もう出てこなさそうです。タンスの角鬼もここをね、ここで私たちを向かっていくと、これなら勝てるこの時期こう小指とかぶつけると、もういつも以上に痛いですよね。乾燥してますし、寒いし痛い。これ想像するだけでも痛い。続いてエリア88、小木、宇都宮さん。ふふ、なっちゃんの笑顔と鋭いツッコミなら勝てる。頑張ります。ちょっと愛知にツッコミを。あ、ほほほ、あ、あじゃあ続いていきます。続いて小馬健さん、作詞。鬼を餌で釣って腹いっぱいにさせて攻撃。おー、頑張りましょう。続いてスルチンさん、埼玉戸田。おにぎり。おー、おにぎり、ほうほうほう、うまい。続いてそばんじゅさん、岡山。あー、鬼WNI を王に変えて鬼これウェザーニュースインクでしたっけ。なんか株式会社をが愛なんですよね。